では次の、民間で抱えている問題というところに移りたいと思うんですけれども、私がちょっと去年の7月ぐらいに放射能から子どもたちを放射能から守る全国ネットワークというネットワークで、まあ、一緒に立ち上げ人としていろいろと一緒にやってきた近藤さんからちょっとお話を伺いたいと思います。こんにちは、子どもたちを放射能から守る全国ネットワークの事務局をしています近藤と言います。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。藤井さん、井方さん、ちょっとね、本当はこの時間になるともうお腹が空いてきてぐーぐー言うんですけど、あんまりたくさんいろんな話を聞いてちょっと胸もお腹もいっぱいっていう感じなんですけども、本当に食の問題で今も本当なんとなくその世の中が去年と違って落ち着いてきたような形になってるんですけれども、本当にこの食の問題も含めて内部被曝の問題はこれからが本番だというふうに私たちも思っていて、そのタイミングでこの飲食ネットが立ち上がったということを心強く思っています。で、私たちの活動の方をちょっと紹介させていただきますね。私ちょっとお手元にこのグリーン のリーフレット、ちょっと資料があまりきちっとしたものがなくてこのリーフレットだけお持ちしたんですけれども、去年の、7月に、立ち上がった、全国で放射能から子どもたちを守りたいと 3.11 以降新たに各地でできた小さな団体から、まあ、大きいところは数百人規模のものもあるんですけれども、その団体が連なっているネットワークなんです。それが私たちのネットワークです。で、7月にですね、この藤井さんもそうですし、あと今日も小野崎さんとか伊藤さんとか吉村さんとか、あと後ろに年倉さんたちもいらっしゃいますけど、呼びかけ人で、立ち上げまして、その時に、全国で100団体で、今登録団体が300になりました。で、この団体は私たちプロの市民団体みたいな大きな NPO とかではなくてですね、本当に 3.11 ドンと揺れて、その後爆発した後、やっぱりツイッターからテレビで言ってることと全然違うことがどん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 ツイッターで流れてきて、これ一体どうなってんだと、どれが本当なんだということで、みんなが調べ出したんですね。で、まずは福島の子どもたちは大丈夫なのか、自分の子どもも大丈夫なのかっていうふうに疑問を持って、いろんなことを調べて、とにかく福島の子どもたち、お母さんたちに情報を届けなきゃ、自分たちはどうやってすればいいんだ、西で逃げなきゃいけないんじゃないかとか、いろんなことを調べて勉強会に出たり、それからあと、まあ、その時孤独だったんですよね。その放射能の話をするとテレビって大丈夫って言ってるじゃないか、だけど、ね、ツイッターでは全然違うこと言ってるし、原子力資料室もそうですし、あとね、アワプラとかユースの岩田岩上チャンネルとかいろんなのを見てると、もう全く違うこと言ってるわけですよね。で、その衝撃をですね、抱えつつ世の中は普通に過ごしているという、そのギャップの中で一生懸命活動してきたお母さんたちがやっと7月につながって、それで立ち上がって、そこからですね、みんなで勉強会をしたり、ミーティングをしたりして、今に至っています。で、昨年度はですね、その7月のキックオフミーティング以来ミーティングを重ねまして、大きくはですね、全国にやっぱり自分たちで分からなきゃいけないんじゃないかということで、測定所を100箇所作ろうよっていう大きなミッションを立てて活動しました。それはこの後石丸さんからまた報告ありますけど、本当に実際に今100箇所に近くなってる市民測定所が各地に立ち上がってるんですね。それからですね、やっぱり食の問題がその時一番関心が高かったので、かといってですね、私たちが全部それを拒否してしまう、それこそ福島のものは食べない、関東のものは食べない、あれも嫌だ、これも嫌だって言ってるだけではですね、もちろん福島の人たち、農家の人たちも被害者なんですよね。で、私たちはただ放射能が怖いから、それを拒否してる、食べないとか嫌だとか言ってるんではなくて、ちゃんとした、情報が公開されない、そのリスクがきちっと開示されない、そういったことに対してきちっとものを言っていかなきゃいけないんじゃないかということと、やっぱりその福島の農家さんも被害者なんですから、その被害者が私たち東京の、特に東京の関東のお母さんたちが危険だ危険だって言っていたので、そのお母さんたちともその溝ですよね、もう食べないとか売れないのは風評被害のせいだ、そこに溝ができるのはおかしいんじゃない、本当の原因は原発事故であって、それを東電が責任として認めてないことだし、国がちゃんとした情報をきちんと開示しないことなので、私たち自身で、その農家さん、生産者の人、それから頑張ってる情報公開をしようとしている流通業者さん、それで市民の3者で話し合いをしようと。で、本当にここにある問題は何かで、どういう問題があって、私たちはどうしていけばいいかということをずっと話し合ったんですね。
でやっぱり福島の農家さんの話を聞いてもですね、一生懸命測定して測ろう測ってこう売ろうとしているんだけれども、やっぱり30とか40とか数値が出てくると売れないし、で流通業者さんも一生懸命やってるんですけど、本来は国がね早くに測定するとかリスクをきちっと基準値を下げるとかしなきゃいけないのに、高止まりのまま500ベクレルで安全だって言っているから、まあ、そのままなんて言うんでしょう、自分たちも一生懸命やってるところが逆にうまくいかないとか、で市民の方はもうですね、そんなやっぱり福島のものは怖いから食べれないとかっていうお母さんたちもやっぱり最初多かったんですけど、そうではなくてやっぱり測って安全になったものをやっぱり自分たちはきちんと食べればいいことだしと、まあ、そういうその話のを通じてですね、何をしていかなきゃいけないかっていうのをやったんです。でやっぱりそこで出てきた話が情報公開、きちっとした検査をして情報公開をして、でそれについて自分たちがどういうリスクがあるかっていうことを自分たち一人一人がやっぱり勉強して、判断はやっぱり自分たちでしなきゃいけないんだと。この問題は絶対解が今ないんですね。やっぱり経験としても初めての経験なので、みんながみんなで自分たちが勉強して自分自身の判断基準を持つしかない。なので変な話が基準値もどうしようかっていうところで言ったんですよ。ゼロじゃなきゃね、やっぱり私たちは子供守るためにこうやってゼロじゃなきゃ嫌だって言ったって、やっぱり数ベクレルのものとか10ベクレルのものとか20ベクレルのものも流通するし、生産者さんはやっぱり国が500でいいと言ってる、100でいいと言ってるんだから、20のものだったら何とか売りたいと思うし、それ売らないと自分たちは食べていけないわけですよね。保証しかないわけですから、そこら辺のその落差をこれじゃなきゃいけないっていう絶対解はないわけですよ。なのでやた私たち市民としてもやっぱりここにも目指そう、目指すところはゼロにしたい、やっぱりゼロに近づけよう、だけどそれについてゼロじゃなきゃ全部拒否っていうことはできないわけなので、きちんと検査をして検査結果を公開してトレーサビリティをきちっと取って、それに対するリスクを自分たちできちんと考えられる勉強会をしようということをずっとやってました。なので先ほどの大野さんの話はとても私は先ほどから心に響いて聞いていたんですけれども、それとですね、あと大きくは、給食の問題を今やっています。そこにも小野崎さんという方がいらっしゃるんですけど、全国で給食についての取り組みも全国各地の問題になっているんです。でこれは、もちろん福島の子どもたちもそうですし、関東もそうです、それから西日本の方でも給食の問題が立ち上がってるんです。もう食の問題はどこで取れたとかそういうもう場所じゃないんですね。先ほどおっしゃったように養殖していたってやっぱり材料はもう回ってるわけだし、なので全国でやっぱりその特に給食だけは子どもが口にするものなので、それはもう大人は多少のものが食べたってそれはもう自分たちで一生懸命デトックスしてアンチエイジングして抗酸化して元気になればいいですけど、やっぱり罪のない子どもたちにそれで大丈夫だとかもうこれぐらいで我慢しろとは言えないわけですよね。でその取り組みを全国でやっていることをもう少しみんなで情報をですね結集して、私たちは昨年度文科省まで行って話もしてきてるんです。測定器を入れてほしいとかいろいろで、ようやく各自治体に測定器がちょっとずつ入ってるんですけど、例えば私でいう八王子は50万都市なんですね。でそこに市民測定庁が1個できて1個新地レーターで測ってるんです。一生懸命測ってくれてるんです。でそこの50万都市に1台入ったんです、新地レーターが。それで給食の安全を守るって無理ですよね。絶対無理なんです。だからその無理なことをでも無理だからっていうんではなくて、その中で最善のことを何ができるかっていうことを行政にやれやれと言っても行政だって初めてのことはできないんですよね。なので市民と一緒に何ができるかっていう対話の場を持ったりしている、そういう活動を、給食アクションではやっていこうというふうにしています。ちょっと時間がないので、一旦食に関しては大体そんなことは重点的にやってまして、あと福島の子どもたちを守るためにですね、食については、子ども全国ネットで安心、自分たちで測って、それからその測った食材のベクレル数を開示している、流通業者さん、特に先ほどイオンさんの話がありましたけど、もう少し有機農家さんなんかを扱って、有機野菜を扱っている、大地さんとかバランさんとかラディッシュボーイさんですね、の流通業者さんたちが子ども、送料無料プロジェクトということで、福島の子どもたちに安心の野菜を届ける送料を無料で負担しますというプロジェクトを、子ども全国ネットと一緒にやってるんですけど、こういう取り組みを通じて福島の子どもたちに安心の野菜を届けようというふうにしてます。でこちらの冊子なんですけれども、これは、呼びかけ人の和田さんっていうライターさんがいるんですが、実は私たちの団体には、ライターさんとかいろいろそういう関係の人がいて、でみんなで私たちの活動も含めて、いろいろ崎山先生の、内部被曝の記事とかそういうことを取材して、で今回はこれ瓦礫の問題も入ってますね。これから内部被曝は瓦礫 の焼却問題とかも出てきますので、そういったことを書い
で冊子を、今日用意して一部300円なんですけど作ってます。ですのでもし関心のある方は後ろに竹内さんっていうマバレボ編集チームの竹内さんがいらっしゃいますので、一部300円で販売してますのでぜひご購入ください。購読もできるようになってます。そんなところでいいですかね。ちょっと時間がないので食について以上で、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、この後の、懇親会の時とかにここの上でちょっとどこかで販売すると思いますので、ご興味ある方はぜひ手に取ってお買い求めいただければと思います。